ゴールダーズグリーン駅、またはゴールダーズグリーン駅は、ロンドン北部、ゴールダーズグリーンにある、ロンドン地下鉄の駅である。ノーザン線エッジウェア支線のハムステッドとブレントクロスの間にあり、エッジウェア支線で最も南にある、地上駅である。トラベルカードゾーン3に含まれる。当駅は、フィンチリーロードとゴールダーズグリーンロード、ノースエンドロードの交差点に位置し、駅舎は、 ゴルダーズグリーンバス駅に隣接している。BBC コンサートオーケストラの本拠である、ゴルダーズグリーン馬術演技場の最寄り駅である。ゴルダーズグリーン駅は1907年6月22日、チャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道の駅として開業し、アーチウェイと並ぶ、チャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道の2つの北側の終点の1つであり、 車両基地が設けられた。駅が開設された20世紀初頭、当駅周辺は数軒の家があるだけの村落だったが、鉄道駅の開業により急速に発展、人口が急増した。駅南側のトンネル内、ハムステッドヒースの下には、ノースエンド、またはウルブッシュと、仮称された未成駅がある。チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道の 利用客増加策の一環として、第一次世界大戦前に当駅から変動、エッジウェア方面に路線を延伸し、ミドルセックスの開発を促進することが計画されたが、戦争勃発により着工が遅れ、1922年6月12日に工事が始められ、1923年11月19日に開業した。ゴルダーズグリーンはノーザン線で最後に、 腕木信号機が残った駅であり、1950年まで使用されていた。島式ホーム2面と相対式ホーム1面を備え、1番ホームから5番ホームがある3面3線の配線である。1番ホームと2番ホーム、3番ホームと4番ホームは、それぞれ同じ線路の両側にあるホームである。1番線は旅客用としては使われていない。 三線のうち中央にあり、三番ホーム、四番ホームがある線路は北側には通り抜けができない折り返し専用となっている。2008年にエレベーター2機が設置された。当駅では自動改札機が使用されている。駅の維持管理は指定管理者制度により、チューブラインズが行っている。ロンドンバス13、82、83、102、183。 210,226,240,245,260,268,328,460,631,H2,H3, 深夜バス N5、N13 が当駅を経由する。ありがとうございます。